ファーディナンド・フェアファクス第2代キャメロンのフェアファクス教、ファーディナンド・フェアファクスは、イングランドの貴族、軍人。心境と革命家で、議会派に属して、応答派と戦った。第3代フェアファクス教で、ニューモデル軍司令官でもある、トーマス・フェアファクスの父で、息子との区別のため、ロー・フェアファクスとも呼ばれる。初代キャメロンのフェアファクス教、トーマス・フェアファクスの子として、ヨークシャーで生まれ、 長期議会で会議員に選出1642年に第一次イングランド内戦が始まると息子トーマスと共に議会派に参戦ヨークシャーの兵を動員して応答派と戦った1643年ニューカッスル博ウィリアム・キャベンディッシュに6月30日のアドールトンムーアの戦いで敗れ退却した春を包囲されたが救援に来た 東部連合軍の司令官マンチェスター博、エドワード・モンタギュルと部下の敵機隊長、オリバー・クロムウェルに呼応して、春を脱出した。トーマスは、東部連合軍と合流するとリンカンシャーへ向かい、入荷する博と、再戦、10月11日のウィンスビーの戦いで勝利し、リンカンシャーとヨークシャーを確保した。1644年4月に、東部連合軍とリーベン博、 アレクサンダー・レズリー及び追いのデイビッド・レズリーが、率いるスコットランド国民名役の援軍と合流、7月2日のマーストン・ムーアの戦いで、入ッする公及びカンバーランド・コール・パートが率いる国王軍と対峙して、不評対を敷き、王党派に中央を突破され一時退却したが、クロムウェルの奮戦で、王党派は打ち破られ議会派の勝利に終わった。戦後ヨークを攻略して、 市長官になったが、翌1645年の時代条例成立で、辞任した。1648年に63歳で死去、トーマスが爵位を継承した。二度結婚していて、最初の妻で、マルグレーブ博エドマンド・シェフィールドの娘メアリーとの間に二男六女を設けた。長男トーマスと、次男チャールズがいたが、チャールズは、マーストンムーアの戦いで戦死した。 ABC 松村 P245 清水 P57P87 ウェッジウッド P74P75P196 清水 P69P72P73P87 ガードナー P291P293P402P406 ウェッジウッド P222P223 P265P266 ガードナー P614P619P620 ウェッジウッド P313P314P346P349P350 ありがとうございます。